国際知的財産保護協会へ、オルフ・ヘンドリック・クリスティアン・ボーデンハウゼンは、オランダ出身の国際公務員である。1970年から1973年まで、世界知的所有権機関の初代事務局長を務めた。1905年に、オランダ・ユトレヒトに生まれる。1963年から1970年まで、WIPOの前身である知的所有権保護合同国際事務局の事務局長を務め、1970年にWIPOが設立されると、初代事務局長に就任。以後、1973年まで事務局長を務めた。工業所有権の保護に関するパリ条約の仲介本である仲介パリ条約の著者としても、務に有名であり、知的財産権の世界で単に、ボーデンハウゼンといった場合には、この書籍を指すことも多い。ありがとうございます。